2007年10月28日、第54回中央関越式にて、戦車部隊を関越する内閣総理大臣、福田康夫中央貫越式会場。部隊が更新する道路を挟んで、観覧車のための仮設スタンドが並ぶ、中央関越式は、陸上自衛隊が3年に一度、埼玉県南部の陸上自衛隊朝霞訓練場で実施する関越式の通称である。 自衛隊の創設を記念して自衛隊記念日行事の一環として行われる。陸上自衛隊では自衛隊記念日、関越式と呼称している。陸上自衛隊は開催目的を自衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣の関越を受けることにより、隊員の使命の自覚及び指揮の公用を図るとともに防衛力の主力を展示し、 自衛隊に対する国民の理解と信頼を深めることとしている。2007年10月28日、第54回中央関越式にて、各部隊を関越する内閣総理大臣、福田康夫2010年10月15日、朝霞中屯地にて、中央関越式方面隊予行に臨む、関越部隊指揮官、第一師団長、中川義明2010年10月24日、 第57回中央関越式における普通科部隊第57回中央関越式における中央速応連隊警察予備隊が発足した翌年の1951年に東京都江東区の越中島中屯地で初めて関越式が行われた。1952年に保安隊が発足し、1953年第1回、 保安隊創立記念関越式が行われた。翌1954年に自衛隊が発足して1955年に防衛庁創立1周年記念式典が行われ、神宮外援会画館前で1972年まで続けられた。関越式は1973年から交通事情等の関係で現在の朝霞訓練場へ会場を移し、大規模災害があった年度と、 昭和天皇の体調不良により中止された1988年を除いて、ほぼ毎年行われた。1996年以降は、アメリカ同時多発テロ事件の影響により中止された2001年を除いて、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の持ち回りで実施され、陸上自衛隊担当が中央間越式となる。海上自衛隊担当は自衛隊官官式。 航空自衛隊担当では航空関越式となり、開示はそれらの通算である。2001年はアメリカ同時多発テロ事件の影響により、当年度の実施が中止となった影響で2004年に開催されるまで6年間の実施感激が生じた。以降、陸上自衛隊担当年度の前年に東部方面隊が主力となって同じ会場で 東部方面隊創立記念行事関越式を行っている。東部方面隊以外の各方面隊も北部方面隊を除き、方面隊総体記念として独自に関越式や関越更新を行っている。2018年度は本来は自衛隊観艦,艦式の実施予定であったが、浅香訓練場が2020年東京オリンピック射撃競技の会場となり、2019年度の 実施が不可能となったため、2019年度、実施予定だった、中央関越式を前倒しして実施した。空海陸の持ち回り実施を開始して、以来初めての事態であった。2007年10月28日、第54回中央関越式にて訓示する内閣、総理大臣、福田康夫参加部隊は年度により異なる。例として2018年に行われた、 中央関越式の部隊一覧を一家に記述する。特別議場、第302保安警務中隊部隊を国旗、普通科部隊 R-64D 変態会 -15、変態括弧で囲んだ、部隊名は、変態部隊を示す。陸上自衛隊変態軍、編集陸上自衛隊、変態軍指揮官、第1ヘリコプター団副団長海上自衛隊、変態、 編集航空自衛隊編隊、編集普通化車両部隊を普通化車両部隊。なお、平時に、第31普通化連隊は89式、装甲戦闘車を装備しない、野戦特化部隊括弧で囲んだ、部隊名は、式部隊を示す。式部隊が、平時において装備しない装備を含め、式部隊は主に校舎学校、富士共同団、第7師団などの全国の各所部隊。 小学校により増強を受けている。特筆なければ指揮官は指揮部隊の部隊長が担当。全然開会祭の平成28年度中央関越式とは以下の部分で変更が発生している。ここでは関越式参加部隊等の変更については明記しない。従来はスマヨを追たちの祝典ギャロップが長らく使われてきたが2018年度実施では 東北方面音楽隊のコントラバス奏者である岩渕洋介三等陸奏が作曲した陽光を背に押し寄している。この曲は国旗の日の丸が象徴する太陽の意向を背負って冠水する自衛隊の覚悟及び即応起動する陸上防衛力を表現したものという。2018年3月陸上爆僚幹部内では発足以来の大規模改編後、 初の中央関越式となることから、祝典ギャロップに代わる新車両更新曲を作ることを決定し、作品を募集したところ、6作品が応募された。その中から岩渕山荘の作品が採用された。この功績から岩渕山荘は山崎浩二陸上幕僚長より第二級章誌を受けた。ありがとうございます。